さて、さっきの話を聞いたルイは、ねえ、いいこと思いついた。それがいいことじゃないと思うんだよな。私たちが代わりにお仕事をしてあげよう。あ、と思ったけど、すごい、偉い。え？僕たちまだ子供だよ。もうお仕事するの？週5。あいつがサボってるから、しょうがないでしょ？あいつ？これ以上の泊まっちりは嫌だもん。大丈夫。空はここに残っててよ。私たちのお仕事終わったら、呼びに来て。そうそう。臆病な空は残ってて。私たちがパパッと終わらせてきてあげるから。わかった。僕は待ってればいいんだよね。早く帰ってきてね。お仕事とは？ああ、それに関しては今は聞けないのか。またなんか、そのね、無邪気な笑顔が怖いね。さて、あと調べるのはもうない気がするのだが。なんか、あれ？ここに簡易探索がついてたっけ？この話のことを聞くけど、大人の人たちは真に受けていない感じがするんだよね。たとえ話を信じている人がいたとしても、生まれ変わりにいたあの二人を神にするかな？今夜、儀式をするわけだし、そろそろ動きがあってもいいと思うんだけど。おっと、飛ばしてしまった。誰かが歌っている、これはまあ、いつもの四季様の歌なわけだが、まあそうとも限らないか。他の二人がいない。悪いことはまだ起きていないみたいだね。何かいいことでもあったのかな？でも、もう少しで。絶対に儀式を止めてあげるから。でも、儀式を止めちゃうとさ、生まれ変わりっていうのなくなるから、このウルルは消えちゃうんじゃないかなって思うんだよね。生まれ変わりはだって神にしか、だしな。あ、おいお前貴様、まさか。また会ったね。長さんは、どうしてこんなに、真っ白なのかな。あれ？長さん破れちゃった。朝見た長さんも破れちゃったし。でも他の長さんもいるから、大丈夫だね。いや、もう真っ黒じゃん。やっぱり死というものを教えていなかった大人たちが悪いといえば悪いのかな。みんなここに集まってる。見張りたいなら見張ってるといいよ。そんな見張らせちゃったらだって止められなくないか。まだ余裕があるってこと？話し合いをしているようだ。覗いてみる？それも覗きますよ。子供たちを除けば、村の人全員、ここに集まっているようだ。とりあえず大人は、まあ、そうね。鍵がかかっていて開かない。本当に鍵が閉まってるから、ここには誰も入れないみたいだね。誰も抜け出そうとする人、いないな。結局方法もわからなかったし、そろそろ時間だ。元凶はもう、あの湖に集まってる。え？でも村の人全員、ここに集まってるよ。やっぱり村の人が、原因じゃないだよね。ないんだよね。村の人以外の人が、儀式をしたんでしょ？なら急がないと。あの二人が神様にされちゃう。
ナイフはしっかり持ってる。もしもの時は。神様にされちゃうか。本当は気づいているくせに。ああ、でもやっぱ気づいてんのかな。認めたくないの？いや、でもウルル自身が何を考えてるのかわかんないからな。この赤い文字の注意はやっぱ怖いんだよね。記憶することができなくなります。ちょっと待って。一旦セーブだけはさせていただきたく。でもどうなんだろうな。割となんかセーブデータとか消されるタイプのゲームもあるからな。まあ、行くしかないか。もう覚悟は決まってるっていう体だからね。神殺しの儀式。神の命は永遠だが、心は永遠ではないため、神が拒むことを行い続け、神の心を殺し消滅する儀式。しかし、人間に戻したわけではないので、輪廻の輪にも帰れず、無となって世界から消える。元凶も想定していなかった儀式であり、元凶が最も恐れたものだった。神ほどきの儀式。恩恵を受けている血から一定以上引き離し、神を人間に戻す儀式。人々から信仰を消し、神のマナを知っている人間が神の手を引くことで、その血から引き離すことができる。また、神から解放されるため、戻った者は輪廻の輪に帰ることができる。元凶が、元凶が、元凶はやはりウルルか。私たちが、神の元に出かけた後、いつもの場所に帰る方法だった。後にそれが、神ほどきの儀式と呼ばれるようになった。儀式を呼び始めたのは誰なんだ？神について研究をした人が過去にいたっていうことだよな。神聖な場所にて、人間を生きた状態で自然に返し、恩恵を与えて、そのものの魂を進化させ、人々の信仰によりその地に縛る儀式。あれ、あの三人しかいないけど、まだ儀式の時間じゃないってこと？元凶はそこにいるでしょ？え、ここにいるのは子供たちだけで、この子たちだけで、被害者でしょ？だから私は。じゃあ神様のところに行こっか。え？でもこの湖と、あっちの丘で本当に合ってる？どこでもいいんじゃないの？どこでもはダメなの？この湖とあっちの丘の神様に、あっちの丘は神様に一番近いんだから。ウルルがこっちの湖からで、私があっちの丘から。どっちが先、神様のところに行けるか、競争だから。神様のところに着いたら、私たちが神様の代わりになって仕事しないとね。そうそう。私たちを生まれ変わりとか、他とは違うとか、変なことを言う奴らに天罰を。私はね、みんな平等になるようにするの。私だけっていうのは嫌だからね。あー、平等か。天罰？天罰、あ、それがテルの方か。雨になったり、まあ、干ばつ、雨が降らなくなったり。楽しいのも、悲しいのも、痛いのも、お腹が空いちゃうのも、全部全部、同じに。二人が帰ってきたら、僕たち幸せになれるんだよ。楽しみだな。早く帰ってきてね。そら、あんたの仕事も大事なんだから。呼び忘れないでよ。わかった。ウルルみたいなことはしないよ。僕はずっと、ここで待ってるから。なんで誰も儀式を止めなかったのか、もうわかるでしょ。
子供が数人で集まってコソコソして、誰がそれを気に留める？誰も気づかなかったのは、誰も抵抗しなかったから。私が儀式を止めなかった理由は、私とその友達こそが儀式の遂行者だったから。紙縛りの儀式は、紙縛りの儀式とは、子供たちの好奇心が生み出した遊びだった。私たちはただ好奇心で遊び感覚でそれを始めた。そして偶然にもそれが世界の断りを揺るがしてしまった。平等を望んだ私は、すべてを共鳴させる神に、私の力は目立たなかったから語られずに信仰が消えていったけど、村の者に天罰を望んだ類は、災害を起こす天候を司る神となり、白髪、赤目が災いを呼ぶと言われるようになった。力の矛先、対象は村の大人たち。私たちは極端に大人の人を嫌った。神を止めるために選ばれたのは大人以外のもの。私たちが唯一嫌悪しなかった子供だった。そして、この行いから、村の人の子供への価値観が変化した。村の人はもともと悪い人じゃない。私たちがそう変えてしまった。遊び感覚で命を奪っていく私たちは、無慈悲な神様だった。ルイが消滅し、空が死んでしまったとき、私は初めて、命の意味を、死を知った。どうしたの？そこに誰かいるよね。誰？これは、自分自身だから気づけたのか、それこそ睡蓮の力、共鳴、っていうのがうまく作用しちゃったのかな。私の言葉、覚えてる。元凶を殺せばいいんだよ。ごめんね。私は雨水滴る遺跡で、救いを待っていなくても、すべてを終わらせることができた。無力で無知な、人間の子供を殺すことは簡単だから。でも、私はそれをしなかった。できなかった。怖かった。したくなかった。だって、私の友達だったから。私もね、殺さないで止める方法は何度も何度もやった。でも、みんな止まらなかった。命の重さを知らない三人は、躊躇することなく遊びに行く。そして、誰か一人を殺して止めたとしても、翌日には友の元へ行こうとするでしょう。ここで全員殺すしかない。みんなを殺せば、二人は神にならないし、魂の消滅もしない。神が存在しない、本来あるべき世界に戻すことができる。そして、今神様として縛られているあの三人の未来は改変され、人間としてきっと生きていけると思う。でも、今の私がそれをしたら耐えられない。私は確実に消滅する。私の力は共鳴。今私は過去の私と共鳴している。つまり、私が消滅すれば、それが共鳴し、過去の私も消滅する。過去がなければ未来は存在しない。私が消えたら、あなたも消える。
私は怖い。また一人になるんだ。もう、みんなに会えないのか。でも、神がいない世界はきっと、みんな幸せでいられるはずだから。因果応報。みんなの未来を奪った罰を、今ここで。さあ、終わりにしよう。見えないけど、目の前にいるのは、きっと神様でしょ？神様は、私が嫌いなの。ずっと前にね、お母さんが言ってたの。神様は残酷で、無慈悲な存在なんだって。神様って、本当に残酷で、無慈悲なんだ。神じゃない。私はあなたと同じで、人間なんだ。夢の中でみんなが悲しそうに笑っていた。みんなを助ける。そう願って未来に託し、死んでいった前の私がいて。その思いの先に、無慈悲に笑う私がいた。私、怖いよ。だけど、約束したから。みんなを助けるって。それが思いを継いだ、今の私の役目だと思う。そして、その次はもうない。私の選択は、決まってる。神様の物語を、二度と始めさせない。そうだ。約束が一つ残ってる。会いに行かなきゃ。おや、これは戻ってきたのか？エンディングっぽい曲も流れたけれども、この人は多分ソロの血縁者。この死に続けたのは神になったともここで。私が言うのは違うかもしれないけど、あの子の代わりに言わせて。
ごめんね。もういいよ。ああ、そっか、神の元に行くって言ってた、ルイとウルー。あの二人を呼び戻すのが、ソラ。で、その血縁者として神を救う使命を帯びていたと言えばそうなのか。ただ、この人が役目を果たすことは、あるのかな。一応使命自体は、なんだろう、一族として残ってはいるっぽいのだが、私のこと見えてない、分かってたことだけど、これは殺して戻ってきた感じだよな。メニューが開けねえ。この人に話を言っても意味がない。私と話してた人、もうなかったことになってるんだろうな。この花も、もう少しでいらなくなるね。もう神という存在がないからか。名前名前。誰の名前だっけ？思い出したいのに、思い出せないから。名前が大事だったはず。思い出す必要もないんだっけ？ずっと昔、犠牲になった人たちの名前。違う。もう誰も犠牲にならない世界になったんだ。元凶が言ったからね。ここに刻まれた名前は、もう少しで消える。誰も死なないから。慰霊碑は、もういらない。私の名前も。綺麗な紫陽花、あの場所にも咲いていた花。あの場所？あの場所だよ。そう、あの子がいた。あの子が待っている気がする。ずっとずっと、昔に交わした約束を、やっと。もう一つあった約束ってことか。で、睡蓮か。この時代に戻ってきたね。ごめんね。私の覚悟は決まらなかったから。あなたに辛い役目を押し付けてしまった。本当にごめんね。本当に辛いのは私よりあなただから。でもこれで本当に良かったのかな。三人とも笑ってる。幸せそうに。間違ってなんかない。でしょ？これでいいんだよ。私は正しいと思ってないよ。あなたもきっとそうだよね。後悔ばっかりだね、私たち。ああ、それも消えちゃうか。あははは。最後に会いに行かないと。もう少しでこの世界も消える。やり残したことがあるのなら急いで行った方がいい。私は先に行くから。さあ行こっか。あの子が待ってる。テル、どうなんだろう。まだ世界改変は終わってないか。じゃあとりあえず奥に行けばいいのだが、一回行った時は死にかけたというか、四季様に刺されて会うことができたけど、あ、黒髪でもない。テルだ。待たせちゃったね。戻ってきたよ。遅くなって、本当にごめんね。誰？笑え、ウルル。
約束を果たしに来たんでしょう。泣くな、泣くな。ずっと昔のことだし、もう少しで消える。でも私はあなたの友達で、それは変わらない。約束したの。晴れたら笑いながら遊ぼうって。今日はいい天気だから、ね。一緒に遊ぼうよ。うん、遊ぶ。ウルルがこの物語から消滅しました。タイトル画面の別のお話が一部変化しました。タイトル画面の続きからが選択できなくなりました。まだ続くよね、まだ続くよね、続きからは選べなくなった、つった。選ぶは物語を選択してくれ、おー、消去されました。ゼロ話とかそういうのも、なくなってるなぁ。消去されました、消去されました。殺すお話も無理。ただ、これは選択できる。誰かの日常のお話。私は友達の家で勉強する、する。あるべき日常がここにあった。ゼロ話、
誰かの幸せのお話。いや、後ろにちょっと見えるな。これは、なんだ、改変されたっていうことでいいのかな。あるべき幸福がここにある。ちょっと、見ていいのかな、これ。選択できるかわからんけど。あ、どうなんだろう、別の、なんかタイトル画面のもう一つあったやつ。あれなんかね、おまけ部屋みたいな感じだったから見てなかったんですけど。見るか。ねえ、そろそろ目を開けてもいい？まだダメ。もうちょっと、もうちょっと。絶対に目、開けちゃダメだからね。これで大丈夫かな？ちゃんと綺麗にできてるか、不安なんだけど。大丈夫、大丈夫。バッチリでしょ。いやあ、練習した甲斐があったよね。ねえ、頭に何つけたの？そろそろ目を開けてもいい？気になる。うん、目を開けてもいいよ。これは。どう？どう？いい感じにできたでしょ？今日は四季の誕生日でしょ？こんなものしかあげられないけど、受け取ってほしいの。結構前から練習しててね。他の子の花冠よりは絶対に綺麗にできてると思うの。ちょっと、どうして泣くの？もしかして嫌だった？嫌なんかじゃないよ。すっごく嬉しくて。そうしたら涙が出てきちゃった。なんだ、そんなことで泣いてたの？四季は涙もろいな。そんな大したものじゃないのに。だって嬉しかったんだもん。なんでかわからないけど、ずっと欲しかったものだったから。そんな喜んでもらえると思わなかった。じゃあ来年も、またその次も作ってあげるから。ああ、四季様の元々の願いは特別なものじゃなくて誰かと遊びたかったって言ってたよね。元々はそれが叶わない道理はなかったんだよね。多分幸せになってるはずだった。ただ過去に、まあ、ルイ、ソラ、それとウルルが、まあ、しでかしたって言っちゃあれだけど、のことがあって、ルイがなんだっけ、その、怖い神様として伝えられるようになったから、白髪で赤目の子は、まあ、疎まれる、そんな世界だったんだよね。だからそれがなかったら、まあ、幸せだった四季様の世界線は当然あったわけで。そういう話を見せられるのか。これは、テル、四つ葉？どっちだろう？テルの方はな、ないんだよな、消去されちゃって。あ、違う！もともとあの二人は同じ世界線で生きたのか。四つ葉の友達、だもんな、テル自体がな。ああ、やっぱそうか。この二人は一緒なのか。テルにしては珍しいよね。勉強教えて、なんて。テルのお母さんもびっくりしてたよ。今日のお手伝いは、休んでもいいって言ってたし。勉強するって言っただけで、親が感動って、それもどうかと思うけどさ。これが終わったら、何しようか。いつもお菓子くれるお姉さんに会いに行く？それでみんなで食べよっか。今日はいい天気だもんね。妙に静かだね。そんなに難しい内容でもないでしょ。
お姉ちゃん、お菓子もらってきたよ。蜜葉が、そっか、儀式はないから蜜葉も当然生きているわけで。一緒に食べようよ。静かに。テルが珍しく集中してるんだから、これ寝てないか。嬉しいんだけど、終わってからでもいい？え？テル姉ちゃん、寝てるよ。は？人を誘っておいて自分は寝るなんてことあるわけ？テル、あなたもしかしてサボりたくて私を？サボる口実なんて勉強する以外ないもんね。もっと早く気づくべきだったな。あなたが勉強するなんて言葉を使うわけないもんね。随分と気持ちよさそうに寝てるね、テルさん。いた。別のお話でこの結末を認めていない者がいるようです。別のお話はタイトル画面から選択できます。ああ、別のお話でこの結末、幸せな世界を望んでいないっていうのは誰だ？ウルルか、いや違うな。ウルルがいないっていうことを認めない人がもしいるとしたら、テル、いや、三人か。いや、まあ、第一候補はテルなんだよな。四季様はわかんないな。でも四つ葉もまあ、そうだよな。実際四つ葉の方も受け継ぐって言ってたわけだし。わからん。わからんけれども、とりあえずそうだな。今回はここまでにしておくか。